はい皆さんこんにちは今日は SNS などでとっても話題になっていますルマ ai このメーカーの「ドリームマシン」という動画生成 AI がとってもクオリティが高いということですごく人気になっています確かに5秒しかできないというデメリットはあるもののかなりよくできた動画ができる僕も いろんな人の解説などを見てそんなふうに思いましたので今日はなんとなんともう早速ですねチャット GPT の GPT 図これを作りました我々特に英語が苦手そんな文化の日本人ですのでプロンプトを入れると言ってもなかなかうまくいきませんそれをとっても簡単にできるようにしましたのでちょっと見てください まず冒頭に今僕が命令を作ったもので猫が餌を食べるシーンこれを作りましたのでちょっと動画を見てくださいはいこんな感じですじゃあ僕が作ったチャット GPT を見ていただきましょう はじめ、スターターがあるんですが、その部分は後から見せます。どんな映像を作りたいですかということで、主語を具体的に五感を意識したような形で、〇〇のようなシーンなどと明確に伝えてくださいということでしたので、僕が答えたのはこの部分です。猫が美味しそうに餌を食べて嬉しそうにする。こんな風に 回答をします,するとですね、次はカメラワークがこのように19個リストアップされるようになっています。例えば、ズームしていくとか、パンのレフト、左にパンするとか、右にパンするとか、また、上下に動くことをチルトとか言いますけれども、そういうふうなカメラワークを選ぶことができるようになっています。そして、 出来上がったプロンプトがこんな感じのプロンプトです。実際具体的に使っていくところをお見せします。はい。こんな感じでルマドリームマシーンプロンプトメーカーという GPT 図の名前です。ドリームマシーンのプロンプト作成ということで2つのスターターがあります。1つはテキスト2ビデオ。 そしてもう一つはイメージトゥビデオです。ドリームマシーンはどちらもできるようになっていますが、ここでテキストトゥビデオ、これを押しましょう。そうすると、先ほども説明したように、どんな映像を作りたいですか主語を具体的に五感を意識した感じで、〇〇のようなシーンというふうに明確に答えてくださいというふうになっています。はい。では、 サメが大きな口を開いて迫ってくる様子こんな感じで送りましょうはいこのようになりましたので迫ってくるようにここで2番ズームインを選択しましょうちょっとズームインとアウトを 別々にしておいた方が番号だけで選べますので今はごめんなさい。まだ完璧じゃなかったです。ズームイン。このようにして送ります。はい。この部分は番号だけで選べれるように皆さんが使っていただくときには改造をしています。ですから19種類じゃなくて20種類ということになろうかと思います。 これができたらコードをコピーしてそしてドリームマシンに行きますそうしましてここでプロンプトのところに貼り付けをしますそしてどちらがいいかはやってもらう方がいいんですがエンハンスプロンプトというここの右下に機能がありますこのプロンプトだけで足りない部分を補ってくれるという機能なんですが今回はちゃんとした長い プロンプトを書いていますのでこれ実際外してみますこのプロンプトだけでどんな感じに書けるかを見たいと思いますはい送信しますだいたい今3分ぐらいかかるでしょうか途中はショートカットしてお見せしますはい 出来上がりました。ちょっと動きを見てみましょうはいこんな風にズームしましたではもう一度ここに貼り付けしますこれでエンハンスプロンプトをチェック入れたままでやったらどうなるでしょうか途中ちょっと落ちたのでやり直しましたやり直しましたので2つできています 先にやりかけた方、これを見てみましょう。はい、なんか口の中が異様ですね。じゃあこちらの方をやってみましょう。 やっぱり一番最後にやったやつが良かった感じです僕のイメージはこんな感じでした迫ってきて口が開くこんな風に作れましたじゃあ今度はイメージからやってみましょう僕の GPT 図を新しいチャットで新たに始めてくださいそうしましたら右側のスターターにイメージトゥビデオというのがありますこれを選択しますあなたのイメージに 最適なプロンプトをお手伝いします。ドリームマシンにアップ予定の画像をドラッグドロップでアップしてください。このように言ってますのでアップします。はい。こんなような砂浜の景色、これをドラッグドロップしましょう。はい。こんな風にして送信してください。このイメージをどのように動かしたいですか、わかる範囲で教えてください。 とということで、波を動かして夕日の風景に変える。そんなふうに言ってみましょうはいリストの最後にドローンを使った撮影そういうふうになっていますので19番これを選んでみましょう今回はたまたま2つ出してくれました。 ちょっと見てみましょう。うーん、英語を見ただけではわからないですね。はい、右側を利用しましょう。そして、こちらに貼り付けをします。先ほどもエンハンスプロンプトにした方がよかったので、こちらを使います。まあ、どんな風に このプロンプトが鳴っているか翻訳ソフトで見てみましょう穏やかな波が打ち寄せる静かなビーチのシーンシーンを日中から日没へと移り変わらせます波はアニメーション化され海岸に向かってゆっくりと移動しますカメラは FPV ドローン技術を使用してダイナミックな空中ショットを撮影し高高度から低高度へとスムーズに移動し 太陽が沈むにつれてビーチ上を飛行し、空と海に暖かい色合いを投げかけます。おー、うまいこと考えてくれましたね。それではこのプロンプトで作ってみましょう。ここに画像も入れて作ってみましょう。ダウンロードホルダーに入れてましたので、ダウンロード、これから選択します。はい。映像がこのように貼り付きました。 今日は時間の関係もあってドリームマシーンのイメージ2ビデオのお話は割愛させていただきます。ぜひ一度これを使ってみてください。ただし現実はサブスクに入ってやらないとなかなかうまくできないと思います。では今日も長い時間聞いていただきましてありがとうございます。またねー。